先輩、浮かない顔してるぞ。何かあったんですか？実は去年作った花壇が。いやジョージ腹減ったな。いや今日何食べますかね。って先輩、あれ見てください。なんだなんだ。我々が去年作った一人一花花壇、いつの間にかこんな状態になっていました。このままではかわいそうなんで、新たに花壇に花を植えましょう。はい。今回用意してもらったのは3種類のビオラ、さらにガーデンシクラメン、そしてスプラッシュメドゥ。名前かっこいいな。キク科の花なんですが、ヨーロッパではギフトとしても人気なんだそうです。今回はコンパクトで長く楽しめるお花をご用意しました。ところで皆さん、花を植え付ける時のポイント覚えてますか？はい、色は同系色を集める。あ、三角形に植える。素晴らしい。くぅ、先言われた。植えるプランターは大小2つ、それを3つの区画に分けて花を植えていきます。じゃあ私このちっちゃいプランターにします。じゃあ俺はこっから半分、こっち側な。じゃあ僕ここなんで、先輩絶対入ってこないでください。押すなよお前。ダメでしょ。根っことかも入れてくんなよ。もう喧嘩はやめろ。もう私はガーデンシクラメンを中心に赤系の色にまとめてみました。早めに植えた方が根っこがよく張るんで、あの耐寒性もアップするんで。三角形を意識して植えていくと綺麗に見えるんでしたよね。一方我々はというと、スプラッシュメドゥをここに、うん、埋める。今考えたんですか？おお、今思いついたんだ。カメラ回る前僕が先に言いましたよね。し、黙っとけよ。ともかく私はスプラッシュメドゥを中心に、僕は青系のビオラを中心に花壇を作りました。そして30分後、出た。遠くから見ても近くから見ても綺麗なグラデーションもなってますし、喜んでますお花も。これなら勝負になるかもしれないな。え、勝負って何が？次回大物ゲストが初登場。勝つのはどっち？